こんにちは。アーバントライカーのスペックについてご説明させていただきます。よろしくお願いします。このアーバントライカー、最高速度が50キロでリミッターがかかるようになってます。航続距離が70キロ、70キロというのは中国の工場でのテスト値となってまして、走行する道路の状況であったり荷重、気温、これが低いとバッテリーの走行距離であったりパワーっていうのが著しく低下します。モーターは、3層回線モーター、定格電力 560W、 最高出力 2500W のモーターです。満充電にかかるコストは1回につき50円となります。はい、では、外装です。フロント部分 LED のライトがついています。ロービームとハイビーム、あとはフォグランプがついています。あとウインカーハザードはこちらですね。フロントブレーキは前輪後輪ともディスクブレーキです。前輪が、バイクのタイヤと同じタイヤになってます。前輪のタイヤの空気圧、推奨の空気圧は 2.0kg となります。じゃあ次後輪いきます。後輪タイヤは、車のタイヤと同じ規格となります。後輪のタイヤの空気圧は 2.2kg となります。はい、では、テールランプのご紹介です。これ今ハザード焚いてます。でウインカーを焚くと、左右左右で、それぞれに点灯します。ナンバー灯もライトを点灯させるとしっかりつきます。はい、あと、反射板1箇所、2箇所、3箇所しっかりついてます。キーロックとイモビライザーの説明いたします。鍵2つと、イモビライザーが2つ、これ純正でついてきます。鍵のロックに関してはキーロックのみとなります。鍵はね、差し込んでキーを時計回りに回すとロックがかかり、反時計回りに回すとロック解除となります。鍵のロック、ドア両側ついてるんですけど片側ずつのロックとなります。両側のドアのロックをする場合は反対側に回ってロックをしていただくことになります。はい、では、イモビライザーです。左上セキュリティロックとなります。セキュリティをオンにした状態で車両のドアを、開け閉めしたり動かしたりするとセキュリティの音が鳴ります。先ほどの、セキュリティの音を解除する場合は右上の解除のボタンですね、こちらを押してください。左下のベルマーク、こちらはあの車両から音が鳴ります。駐車場であったり自分の車両を探すときに使う機能となってます。で右下の雷マーク、こちらはあの名残で、ついているものになります。はい、アーバントライカーの充電方法です。こちらの専用の充電器を使用して、充電していきます。家庭用のコンセントで充電が可能です。はい、充電こちらからしていただきます。こちらの充電口開けていただいて、こちらですね、でこちらオスとメスになっているので、オスとメス合う方向で挿してください。充電の確認はこちらでしてください。コンセントに挿した状態だとまず緑色になります。充電をするとよいしょランプが赤色に点灯します。充電中は赤になります。で充電が完了すると緑に切り替わります。この充電器は過充電防止機能もついてます。はい、こちらブレーカーですね。右側がオンです。左側にするとオフです。長い間乗られることがない状況ではブレーカーをオフにすることをお勧めいたします。サイドミラー折りたたみができます。手動ですね。展開も同じく手動です。で角度も手動ですね。見やすい位置にこうやって、シートベルトですね。スライド、こちらですね。こちらのスライドのバーを上に上げて、スライドする機能がついてます。左手側にこちらですね、これがリクライニング機能となってます。後部座席2点式のシートベルトがついてます。
ちらには荷物を載せたりですね、まあ、そういった物を載せるようなスペースとなっています。はい、あと車同様サイドブレーキついてます。サイドブレーキを引いた状態、目いっぱい引いた状態です。こちらの銀色のボタンですね、こちらを押しながら下に下げると、サイドブレーキ解除となります。で、もうこのサイドブレーキが一番下に当たるまで下げてください。この状態ですね。はい、ではスイッチの説明をいたします。鍵を時計回りに回すと、電源が入ります。こちらのインパネが点灯して電源がオンとなります。キルスイッチの説明をします。はい、こちらですね、この半円マーク、矢印がついているマークと半円マークに×がついているマーク、×のマークの方にスイッチが入っていると通電しない状態になってます。ドライブに入れて前に進む状態でも前に進まないのでご注意ください。はい、ではライトです。ライトのスイッチこちらについてます。今一番右この状態がライトオフの状態です。2段階あります。真ん中、スモール、真ん中がスモールで一番左、これが前灯になります。左手のこのスイッチがロービームで、上に上げるとハイビームとなります。じゃあ、右手のこの下側ですね、この赤色のホーン、これほんとホーンです。で左手にもついてます。これ緑なんですけど、同じ右手と同じホーンが左手にもついてます。とハザードのランプとウインカーですね。右にすると右のウインカー、左にすると左のウインカーが点灯します。一番右のスイッチ、これはワイパーです。一番奥に倒すとワイパーが作動します。ワイパーのこのスイッチ真ん中にすると、ワイパーが停止します。一番手前に下ろすと元の位置に戻ります。アーバントライカーには送風機能がついてます。手前に倒すと送風、奥に倒すと、暖房となります。クーラーではなくて送風です。同じバッテリーから電気を供給しているので航続距離であったり、まあ、バッテリーの減りにかなり影響します。はい、今ニュートラルに入っている状態ですね。ドライブ、ニュートラル、リバースとなります。はい、ブレーキ、右手側が前輪ブレーキ、左手側が後輪ブレーキとなってます。ハンドルブレーキがついてます。強めに握っていただいて、こちらの爪を引っ掛けることによってブレーキロックがかかります。これが右手側、左手側両方ともブレーキロックが可能です。こちらは、メインのブレーキとなりますので、駐車時であったり停車時に必ずブレーキロックしてください。解除の方法はブレーキを強く握っていただくと解除になります。右手のスロットルの操作で進みます。このスロットルを手前側に回すと、前に進みます。リバースに入っているとバックします。ドアの両側にパワーウィンドウがついてます。インパネの表記についてです。真ん中0と書かれているところがスピードの表記になります。 84.5V と書かれているところが、ボルト数のメモリとなります。で、右側がバッテリーの残量となります。はい、オーディオ機器の説明をさせていただきます。こちらが電源ボタンになっています。で、今電源をつけた状態で、Bluetooth の画面になっています。こちらの V プラス、V マイナス、これボリュームのプラスマイナスとなります。で、モードで、ラジオと Bluetooth の切り替えが可能です。で、こちら電源オフですね。こちらの後部座席を上に上げると、バッテリーと配線関係がまとまっています。バッテリーを外す際は、こちらの2点のボルトを取り外して、バッテリーを取り出すことも可能です。その際はこちらのカプラー、こちらのカプラーを取り外して取り出してください。バッテリーにもプラスとマイナスの表記があるので、プラスはプラス、マイナスはマイナスに、しっかりとつけてください。
ご覧いただいたビークルファンの車両を試乗できる場所はこちらです。渋谷小東ベース、アメ横センタービルショールーム、ビークルファン本社、神奈川県相模原市、福岡県福岡市、 EV トゥクトゥクやアーバントライカーはもちろん EV 車の試乗ができます。試乗は完全予約制ですので概要欄よりお問い合わせください。皆様のご来店お待ちしております。